皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は7月21日日曜日、明日からの新たな1週間に向けて、本日1日はね、音楽三昧の素晴らしいゆったりとした休日をお過ごしいただきたいと思います。さて、昨日の、新規初投稿は、沖縄県那覇市33歳カブさんからのね、ギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。この四角いね、市販のハードケース、割と小さめのやつだとね、やっぱビッグマフがねでかいなっていうのがねわかりますよね。で、今回ね注目したのがね、この矢印のジャックハマーということなんですけども、マーシャルのね、サウンドが出るということで、で実はカブさんですね、つい先日もですね、もう14回投稿いただいておりまして、その最新ボードをねご紹介したばかりだったんですね。まさか新規初投稿をご紹介してないとは、夢にも思わずですね、この間ご紹介したんですけど、そのボードにもですね、マーシャルのですねガバナ、しかもイングランド製の、非常に貴重なモデル乗っかっておりましてですね、やっぱりマーシャルの音が好きなんだろうなというのがね、分かる、この投稿2枚でございました。で、実に14回投稿いただいておりまして、改めてねマイページ拝見したらですね、バンド2つ、なんかやられてるということでね、木刻というバンド、カオティックハードコアバンドっていうそうなんですけど、この、ジャンルのですね、まあ、あのエペボーさんも登録して聞きましたけどもね、すごい豪音のすごいバンドですね。こちらのサウンド、どのボードでね14回投稿いただいている中でどれを指しているのか分かりませんけども、マフケが入ってるのかなとかですね、ジャックハマーの音してるのかなという、思いながら聞いておりましたけども、ぜひともね皆様方 YouTube の方もねチェックいただきたいと思いますし、また、マイページに公開いただいているねこのヤマハの SG でねどうも、惹かれているようですので、こちらもね、この勇姿も見ていただきたいなというふうに思います。カブさんね、いつも本当に投稿誠にありがとうございます。15回目の投稿もね待っております。それからですね、こちらもですね、つい先日あの MS3、を導入したことによってですね、切り替えが楽ちんになったよというですね、投稿いただいたばかりのエディさんがですね、また最新ボード投稿いただいたんですけども、これなんでまたご紹介したかというとですね、コメントがですねちょっと面白いんですよね。なんか気がついたら、全部ボスにってその気がついたらって自分で買ってるんだと思いますけどもね。で、よく見たらですね、まだチューナーがねコルグ製なんですよね。これはですね、もうまだ全部とは言えませんので、もうぜひともですねエディさん、チューナーだけでも変えてですね、最終仕上げをしてですね、また、投稿いただけたらありがたいなと思います。とにかくエディさん MS3 でね、ご紹介したばかりでしたけれどもね、 TC エレクトロニックとか載ってましたけれどもね、気がついたら、全部ボスにというコメントが面白くてご紹介をねさせていただきました。ということでね、皆様方のコメントもね楽しいエフボーでございます。本日もねエフボーへの投稿、閲覧楽しんでいただきつつですね、また、変化しましたらね投稿もいただけたらありがたいと思います。コメントもちゃんと拝見しております。いつも本当にありがとうございます。そして最後になりますけどね、今日のバナーですけどもね、アース経過デバイスのねスイッチャー、この間ツイッターの方でもね、それから新製品情報の方でも紹介、ちょこちょこしたらですね、ツイッターの方で、これは何ですかということでですね、QMA さんですかね、ご質問があってですねお答えして、ビッグボスのね、まあ、都内で行ったらですね、お茶の水、駅前店、こちらの方にですねもう在庫、箱から出してですね展示していたりしますので、もしね都内の方でしたらね、足を運んでいただきたいと思いますし、関西の方ですとね石橋楽器の梅田店さんもですね、いち早く仕入れされてね、展開されているようですので、ぜひともね、お店に行って訪ねていただきたいなというふうに思います。エフボイスもねそのうちヤマハさんからお借りしてね、こちらのスイッチャーでボードを組んでみたいなと思っておりますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。それではね、本日日曜日も、音楽三昧の素晴らしい一日をお過ごしいただきたいと思います。またエフボイの投稿もねお待ちしております。ありがとうございました。